拙者らのオープニングが可愛い猫に侵略されとるぞ。いとこやったんかいな。拙者ら首かと思ったわ。まったくです。てかなんで今さらいとこさんなんか出すんや。拙者らじゃ飽き足らずと言うんか。拙者らじゃないでしょ、あなたですよ。そもそもやで、これはカクさん、スケさんのファミリーチャンネル。あー、最後まで聞かんかー。ほんまに、拙者らがまだ喋ってんのに。ん？てか、なんで聞こえんねんな、一体。はじめまして、カクさん、スケさんのいとこのふーでーす。僕はゆずだよ。ねえねえ、そんなこといいからさ、早くご飯ご飯。おいしい。どうして僕にはお皿に入れてくれないの？ん？こう？取れないよ。本当にフーはドジですよね。こうやってあれ、あ、そうそうそう。あー、おいしい。お皿に入れてよ。ねえ、早く食べたい。いらないでしょ。じゃあ僕が食べるよ。ほれほれ、あー、おいしいね。よし、こうなったら僕もやるぞ。おい、スケさん、一体拙者ら何を見せられとんや。もう我慢の限界やで。おい、スケさん、拙者らが猫様の基本ってもんを教えてやるやないかい。おい、聞いとるか。いやー、いっぱい食べたからもうお腹いっぱい、眠たいな。こやつら拙者らの真似して人気を奪おうとしとるで。ほら見てみ、拙者のポーズやないかい。あかん、拙者らのチャンネルが侵略されてまう。ご主人様のことですから、何か意図があるとは思いますけどね。何でしょう。え、これはテストをしている。カクさんの学力は壊滅的です。ん、またユズさんですね。ねえ、見て見て、すごいでしょ、僕の特技。ほら、上手に飲めるでしょ。この特技は誰にも真似できないんだからね。何を言うとんじゃ、蛇口から水を飲む言うたら拙者の千倍特許ないかい。飲み方よし、顔よし、完璧。とにかく言えることは、拙者らに勝てるもんはまだまだおらんで。ま、これに関しては同意見ですかね。私たちは無敵です。おお、これはご主人だがさっき食べとった月見バーガーの残りちゃうか。あらら、こっちにはかつお節が乗ってますよ。お、ケーキやないかい。あれ、ないぞ。もっと奥にあるんか。なんやねんな、拙者は何もやってへんやないかい。このうすらとんかち猫め、そんな言い訳が通じるわけがないでしょ。ギャース。なんか、踏んだり蹴ったりな一日やったわ。え？猫の交流会？ご主人、一体どういうことや。ほう。今回のいとこさんたちのように、他の猫を飼ってる皆さんに、ご自慢の猫さんと拙者らをコラボするって感じか？そんなんしたら、拙者らもっと有名になるわ。